皆さん、開運してますか？鑑定士の堀田亜希です。さあ、お待たせいたしました。2022年水の絵の虎年、3月の危険日大吉日について今日はお話しさせていただきたいと思っております。2月もですね、公式 LINE のご登録本当にありがとうございました。たくさんの皆様と公式 LINE を通じて YouTube とはまた違った配信の方させていただいておりますので、ぜひともご興味あります方はご登録の方概要欄に貼っておきますので、よろしくお願いいたします。さあ、それでは春ですね。3月がもう一番大好きな季節なんです。もうピンク一色、春満開ということで、今日は皆様にお話しさせていただきたいと思います。一泊水星中宮月ということで、こちら3月5日の土曜日23時40分から4月の4日の月曜日までの1ヶ月間になります。3月5日の土曜日は私の誕生日なんです。わーって自分でね、こう喜んでますけれども、その5日の日の23時40分、私が生まれたのは5時半ぐらいに、夕方に生まれてるので、23時40分よりも前だと2月生まれの私と同じなんですけど、虎の月生まれ、23時40分を過ぎてから生まれると3月生まれにちゃんとなりますよっていうところで、ちょっと難しいところではございます。お使いの暦によっては時間のズレが生じてくるものもございますので、それは皆様のお使いいただいている暦に従っていただければいいと思います。さあ、この春3月なんですけれども、お彼岸の季節ですね。春のお彼岸です。今年は3月21日月曜日の春分の日、この日はですね、東洋学上で一番陰陽のバランスが取れたお日にちということで、これから日が伸びていきますよっていう中間地点で、その前後3日間って言われているところが彼岸の入りと彼岸明けなんですけど、それがこちら3月18日金曜日の彼岸入りから3月24日の木曜日彼岸明けの日までという1週間になっておりますので、ぜひね、私の卓上カレンダー登場です。もし持ってらっしゃる方がいたら、ちょっと注目していただきたいのが、こちらに緑のこのね、場所が私のカレンダーではお彼岸の入りから彼岸の日から彼岸の明けまで、しっかりと意識していただけるようにちゃんと色でマークしてあります。今回の彼岸入りの日はしかも満月なんですね。さあ、そのですね、お彼岸というのはご先祖様が皆様からこうつながってきた命の証なので、ご先祖様とか私たちを産んでくださった家族、そういった方たちを供養したりとかお墓参りしたりとかするのに設けられたお日にちでございます。家族遠い方とかはね、お電話してみたりとか手紙を書いてみたりするのもいいんじゃないかなと思います。で、このお彼岸というのが、新しいことを例えばやったりとか、お仕事バリバリとか開業開店移転とかっていうことっていうのはあんまりやっちゃいけない期間なんですよ。この時っていうのは、そういったお墓参りとか仏様ごとをやったりして、家族で団らんしたり、せっかくの3月の陽の時期なんだけれども、少し控えていただきたいですよっていう時期にはなります。この彼岸時期だからこそできる開運行動の一つでおすすめなのが、一泊水星中宮の月だからこそ水回りをきれいにしましょう。お水が出るところをなんとかしてほしいんです。シャワー、ヘッド、蛇口の出る場所、ウォーターサーバーのこのところ、そのね、入り口って意外と汚かったりするんですよ。そういうところをせっかくだから綺麗にしていただきたいです。そしてもう一つは空間の浄化です。やっぱりご先祖様をお家の中に迎え入れるのにあたって、空間の浄化をしっかりしようということで、私がいつも愛用しているのがこちら、セージスプレーですね。仮想風水ウシトラのネットショップやうちのお店でも販売してるんですけど、こうやっていい匂いなんです。玄関がですね、一番重要な浄化の場所になりますので、ね、お彼岸の時にはこうシュッシュッシュッシュして空間を浄化したり、トイレとかね、寝床なんかもいいかもしれないですね。で、こういったもので浄化したりとか、常日頃ね、私は必ずお家は炭で浄化してくださいねってお話は結構しつこく言ってるんですけど、この炭もですね、こういった時期にお取り替えなんかするのも私はおすすめしております。炭は塩とか水晶よりもすごい強い邪気を寄せ付けないアイテムになってますので、まあ、こういったものとか、うちだとですね、
かわいいでしょ。こういった炭なんかをいろんな各箇所に置いて取り替えたりとかしながら空間浄化っていうものをしていただいてます。ね、ぜひね、こうやっていって気持ちのいい空間にして、ご先祖様と共に家族団らんの時間としてお過ごししていただきたいと思います。さあ、それではですね、まずは危険日の方から今日はお話ししていきたいと思います。3月のですね、危険日の方が6日間、2日間、4日間の計12日間ととても多い月となります。暦とぜひ照らし合わせて見ていただけるとありがたいのですが、手帳持ってる方もぜひチェックしてくださいね。まず行っちゃいましょう。こちら3月の9日水曜日、カノトの鳥の日のとも引きの破れのお日にちです。そして3月10日木曜日の水の絵の犬の日の先負けの危ぶの日でございます。暦上12直の危険日、破れと危ぶの日というのはぜひ皆様チェックしていただきたいと思います。なんでこの破れ危ぶの日を使っちゃいけないかっていうと、それこそ今お引越しのシーズンになりますから、そういった契約事とかこと始めの日なんかにはこの破れ危ぶの日は非常に注意しなければならないお日にちになるので気をつけてください。さあ次、3月の21日月曜日、なんと先ほど言った春分の日なんですよね。ともびきの破れの日にち、そして3月22日翌日です。先負けの危ぶの日と言って、これもお彼岸中の危険日ということになります。ただ家族団らんで、せっかくみんなどっか行きたかった、お墓参り行きたかったのに、破れ危ぶの日使っちゃいけないのっていうことではございません。そういうことはね、ぜひやっていただきたいんですけど、仕事の契約とかをバチッとこうやっちゃいましたとか、大きな金銭動かす契約しちゃいましたなんていうことはお彼岸中なので、なおのこと控えていただけるとありがたいです。さあ続いて、4月2日の土曜日ですね、キノトの鳥の日の仏滅の破れのお日にち、そして4月3日の日曜日、日の絵の犬の日、大安の危ぶの日でございます。大安の日だから、この日は例えば結婚式とかね、そういったのもあるのかなとかと思うんですけれども、十二直上ではちょっと気をつけなきゃいけないので、土日なんでね、危険が及ばないように注意した行動をぜひとっていただきたい、破れと危ぶの計6日間でございました。さあ続いて、3月14日の月曜日、先がちのホワイトデー。3月26日土曜日の先がちの日の転写日なんです。転写日とはいえども三輪坊です。そしてトズの日です。トズというのは全部がダメなんじゃなくって、運気が閉じてしまうのに何かやっちゃったりとかするのはダメでしょっていうところと、三元先まで滅びてしまうと言われている三輪坊です。この2日間なんですけれども、お引越し、移転、開業、そういったことに関してはブブーでございます。さあ続いてですね、こちらです。不成就日、何事も成就しなくてマイナスな方向に進みがちとなってしまって、成就しにくいと書いて不成就日なんですね。何かこの願い事叶えたいからこの日にやるっていうのを選べる方は選ばなくてもいいんじゃないかなということで、危険日の中に入れさせていただきました。さあこちら、3月12日土曜日、大安のお産の日なんですよ。日取りとしてはいいんですけどね。しかも木の絵の根の日なんで、スタートごとにはもってこいなんですけれども、不成就日でした。そして3月20日の日曜日、戦勝の取るの日ですね。そして3月28日月曜日、先負けの覗くのお日にち。そして最後に4月の1日、エイプリルフールの日ですね。そしてこの日は新月なんですよ。そして先負けの取るの日なんだけど、不成就日。まあ不成就日というお日にちをどう捉えるかというところにもありますけれども、何か叶えたいものがある方っていうのをここをスタートにするよりも、ちょっと大吉日とか違う日にちを意識していただきたいと思います。新年の4月からのスタートに向けて、いろんなことを計画していかなければならない月だとは思うし、なおかつ引っ越しっていうところがキーになってくる月でもありますので、この12日間以外避けていただきたい。
ただ星回りによっても全然引っ越しできる方角とかいろんなものは違ってきちゃいます。一概にも大吉日が全て危険日が全部ダメというわけではないんですけれども、万人の皆様にお話ししている関係上危険日ということでこういったことをお話しさせていただきました。さあ続いてはですね、大吉日の方に移りたいと思います。他ではちょっと聞けないとっておきの計6日間ということになります。うさぎの月のうさぎの日、運気飛躍ぴょんぴょんです。運気が発展していく意味合いが実はうさぎの月っていうのはあって、春だからこそ芽が伸びてぐんぐん成長していくような意味合いなんですけど、3月15日火曜日、日のとのうさぎの日、3月27日の日曜日、土のとのうさぎのお日にちが両日ともに六曜ともびき、そして十二直最高のお日にちと言われている辰の日なんですね。うさぎの月日が揃ってうさぎの時間、5時から7時までが発展のうさぎのお時間ということになります。朝です。早起きは三文の徳と言います。この日はですね、ぜひ2日間しかないので、朝早く起きて、外に出て空気を吸ったり、ヨガに行ったり、ウォーキングをしたり、なんていうことをするのには、ものすごく運気発展、活発になっていくエネルギーの日にちになっておりますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、続いてですね、願い事を叶えるために、弁財天様にお参りするといいですよと言われている大願成就日についてです。なんと今回の大願成就日はですね、十二直蜜満天の満、今回の蜜の日は蛇の日なので、弁財天様にお参りに行くといい日なんですけれども、さあこちらです。3月5日の土曜日、なんと私の誕生日なんです。20分しかないんですだからちょっとお前にはいけないですけどね、蛇の待ち受けなんかにしちゃいますか。その日、日のとの実の日でございます。非常に強い実の日の始まりなんだけど、ちょっとしかないので、その次の日にち、こちら3月の17日木曜日、土のとの実の日、仏滅なんですけど蜜、そして3月29日火曜日ですね、カノトの実の日の仏滅の蜜の日でございます。蜜の日の中でも土のとの実の日ですよね。これは土生金って言って、めちゃくちゃ金財運っていうのを特化した蛇の日です。それが3月の17日木曜日にあります。ぜひともお近くの弁財天様にお参りに行ってみて、願いを叶えるための宣言してくるといいんじゃないかなと思います。そして蜜の日にだけちょっと注意点、薬の飲み始め NG になります。これだけ十二直上注意していただければと思います。さあそして先ほど危険日でもお話ししたこちら、3月26日土曜日の日の土の絵の虎の日、六曜はね先がち十二直取るの日なんですけど、転写日なんですが、三輪坊ですよってお話をして、引っ越ししちゃいけませんよってお話をしたと思うんですが、この日はですね、転写日ということで、こうお金にまつわることガツ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 やれってことではなくて、虎の日というだけでも少しちょっと虎の年の虎の日なんで特別なんですね。とっておきのちょっと情報なんですけれども、虎を神の使いとしている毘沙門天様のところに行ってお参りをすると、大開運、大出世、大金運、商売繁盛、わーみたいな感じになるんです。虎の年、虎の月、虎の日、虎の刻に生まれたと言われている毘沙門天様なので、虎の日にそのお生まれになった毘沙門天様にお参りしに行くといいと言われております。都内の方もし気になった方は、神楽坂にある有名ですね、善国寺さんっていうお寺があるんですけど、ここに行くと虎のアイテムすごいんですよ。もし神楽坂行けるよっていう方は、ぜひ午前中先がちなんで11時までに行っていただくのがおすすめでございます。転写日っていうのは、自分が今まで犯してきた罪とか悪いことも許していただける日ということで、ぜひともそういう日にはお参りに行っていただいたりとか、心清めて、あんまりこう悪いようなことをすると反転してしまう人も言われているので、お気をつけください。三輪坊なんでちょっとこの日はね、お引越しはできないですけれども、ぜひとも意識して転写日の方を過ごししていただけると嬉しいです。さあ最後にですね、皆様ちょっとお知らせでございます。
こちらです。実はですね、ブログの方も詳細概要欄の方に書かせていただいているんですけれども、2月6日の日に初めて生で皆様にズームで開運お勉強交流会ということでですね、皆様とお話をねさせていただく機会を作らさせていただいたんですけれども、季節暦と五行をというところで皆様にですね、この暦をもとに深く深くもうちょっとね四季についての流れだとか、いろんな例えば薬膳ね、ご飯ね、そういった食べ物についてとか、こういったことによりね、もう意識してお過ごししていただきたいっていうのを年に4回、春、夏、秋、冬と講演会を行わさせていただくことになったんですけれども、本当にね、皆様大好評でありがとうございました。春の講演はちょっと突然だったので、またですね、3月の20日の日に予定をさせていただいて、そしてまた5月の8日、8月の7日、11月6日と、その季節の始まったすぐの日曜日にですね、ズームの方でですね、皆様とお勉強して、そして交流を取らせていただきたいと思っております。もうちょっとこう深く聞いてみたいなとか、あとは質問事項も先に受け付けて、皆様の前でですけれども、その質問についてもお答えをねさせていただきたいと思いますので、ぜひともね、この開運ズームお勉強交流会にも公式 LINE の方からお申し込みいただけますので、ご参加の方お待ちしております。皆様とお会いできるの楽しみにしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。